韓国家リーグ一部の FC ソウルに所属する元韓国大 MF キソニオンが名誉毀損を受けたとして称、時代のチームメイト2名に対して民事、刑事の法的対応に乗り出したことを明らかにし、韓国、朝鮮日報など複数メディアが伝えてい、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、弁護士22日に会見を開いて説明したところによれば、ソニオンは少年時代に同選手から性的暴行を受けたと主張している後輩2名を刑事告訴した民事で5億ウォン、約4800万円の損害賠償請求を判どころに提出したとのことだ。2名の個人名など明らかにされていない。キソニオンからの訴えを受けた2名は、先月24日、小学5年生当時にサッ部の合宿所で6年生の先輩選手2名から、性的、行を受けたと弁護士を通して主張。その先輩、最近首都の名門クラブに加入した元代表の名選手であるとしており、キソニオンを指っていると考えられた。キソニオン側はこれ、対して、事実無根と反論し、その後双方が目で、あを通して、攻防を繰り広げていたが、今後は、手に舞台を移して争われることになる。後輩に、側の弁護士も、法廷で真実を明らかにできる、告訴を歓迎しているという。現在32歳のキソニオンは2019年に代表を引退するまで、韓国代表の力として活躍。欧州でもセルティック、スウォージーシティ、サンダーランド、ニューカッスで、計10年以上にわたってプレーした。昨年2月にマジョルカに加入して、久保建英とチーム名とになったが、わずか1試合の出場のみで退団。昨年夏から、古巣の FC ソウルに復帰している。両。